はい、じゃあ残りはね後で楽屋で食べましょう。じゃあそんな感じで、まあ今日はね、はい、うん、まあ、語り尽くせないこと、はい、たくさんありましたけど、てかもうなんか、うん、アニメが、うん、アニメに見入っちゃってなんか喋れなかったところもあったけども、まあ1回目だから、うんうん、まあどうですか。いやー、そうです、すごい緊張したんですけども、なりはあなんか話すのも緊張しちゃって、あー落ちちゃった、クリーム、あー今度からは、ちゃんと喋れるように頑張りたいと思います、なり。私はね、まあ、やっぱりさっきも言ったんだけど、はい、見入っちゃって喋れなかった部分とか結構あったので、はい、載せる。ごめんなさい、ちょっとありがとう、あれだけど、ありがとう、あり、まあ、喋れなかった部分もあったけども、うん、こんなに可愛いセットで、そしてこんな可愛い衣装で、うん、でちなみに今日はね、はい、昨日が2月2日でツインテールの日っていうことだったので、はい、ツインテールにしてみたんですよ。皆さんいかがですか。可愛いなり。でね、あのキドちゃんに私言ったんですよ、キドちゃんもツインテールにお揃いにしないって言ったら、一つでって言われちゃって、絶対似合わない。いやいや似合うよ、もう次からずっとキドちゃんはツインテールだよ。もうみんな見たいよ絶対、見ててみ、ほら、見たい、あ、見たいって嬉しいな。はい、じゃあこれからもですね、はい、2人で仲良くやっていきたいと、そうですね、思いますなり、思いますなり。はい、というわけで次回の放送は2月の17日20時30分から第3話と第4話をお送りいたします。はい、まあ今日と同じ感じで20時半から始まるんですけど、まあ3話4話ということで、3話目からはかなり熱い展開になっていきますので、はい、まあこれをこの放送をね、見ても1話2話ちょっと見足りないなって人はタイムシフトでぜひ見ていただいたりとかして、はい、まあ、3話4話に予習していただけたらなって思うんですけど、はい、ぜひぜひ見に、次回の放送も見に来てください。はい、それでは今度こそ良い子はお休みのお時間です。そうですね、はい、ニコニコ生放送ネルとビアンキのニコ生ザフール、お相手は木戸いぶきと石田遥でした。じゃあちょっと移動して、はい、よいしょ、生クリームよいしょ、よいしょよいしょ。お布団にお菓子乗せたまま寝るってどうなのって感じだけど、じゃあ次回のね2月17日の20時半からまで、はい、よいしょ、2人で、せーの、おやすみなさーい。